まず紙を指1本分取ります。スピン&カールを縦にまっすぐ持って、溝が空いてる方を外側にして毛束を差し込みます。毛束を入れたらスイッチを入れて10秒間置いてください。時間が経ったら下に抜いて完成です。綺麗にできましたね。すごい簡単だったどうですかこれは。これなら毎日できるかも頑張れます。いい感じ、かわいい。あとはちょっとこうやって形整えたり、こうやってふわふわっとさせちゃえばいい感じだと思いますので、はい、やってください。